今日はだいぶフライングですけど、一応結婚10周年ということで美味しいものを食べに行ってきます。スイカでお願いします。はい、はい、こちら。はい。小笠原伯爵邸です。外観から素敵。はい。もう一度測定してください。もう一度測定してください。もう一度測定してください。もう一度って言われ続けるけど、円かな？あ、円かな？はい、ありがとうございます。お手洗いまで可愛い。すごい。待っている間の時間もうっとりです。こんにちは。黒のソースはイカスミだそうです。北海道の黒というブランドの牛ロースだそうです。夫はイベリコ豚、多分こっちを頼むのがそれっぽいんじゃないかと思っています。記念のプレートを作っていただきました。紅ほっぺのデザートだそうです。かわいい。お茶菓子もかわいい。こちらのが、あ、はい、お願いします。はい、おー、すごい。当時のお写真、シガールームだそうです。食堂。自宅としてこちらの建物なんですけども、うん、やはりこう洋館として迎賓館のような役割を。
樹齢500年のオリーブ。小笠原伯爵邸すごい素敵でした。食事もすごく美味しかったです。多分、2人で金額が25,000〜26,000円だったと思います。またちょっと表にまとめようと思っています。お庭も建物も素敵でしたし、カフェですね、カフェだけで利用っていうこともできるようなので、またちょっとカフェだけで利用してみたいなと思いました。小笠原伯爵邸、駅の反対側から見ると若松川田駅、川田口のすぐ裏だということがよくわかります。お台場海浜公園、何かイベントをやってるみたいですね。なんだろう。あ、10日から12日でやるんですね。シクロクロス東京2023、自転車のイベントみたいですね。あ、なんか屋台みたいなのも結構出てる。美味しいもん食べれるかな。ここからスタートして林の中を走ってビーチを走って戻ってくるみたいなパターンみたいです。ビーチのあたりは自転車漕げないので持って走ってらっしゃいますね。小坂井武博通過していった。さあ、たくさんの選手がチャンピオンキッスでフィニッシュを通過していきます。すごい、この林の中を走ってらっしゃる様子が見えます。あ、すごい、たくさん選手がいらっしゃった。わあ、すごい、この林の中を自転車がいっぱい。うわあ、頑張れー。すごい、レインボーブリッジと選手を一緒に撮れちゃうスポットを見つけちゃいました。そういえば先ほど見本紙が届きました。2月21日発売の新刊の見本紙、10日ぐらい前に届いたということですね。今回超ド素人が始める資産運用という本の第2版なんですけど、第1版がたくさん売れたということで第2版を出すことができました。タイミング的に高級化されるNISAと、あとですね、ちょっと前回入ってない内容としては給与明細の読み方が分かるようになるというようなことも内容として含めることができたので、よろしければぜひご覧いただけると嬉しいです。21日かぐらいから発売で、予約はもう開始になっているそうです。以上、FP 小話でした。さあ、今日もお散歩行ってこようと思います。お台場海浜公園は今日も自転車のイベントやってるみたいです。いやー、この週末は最高ですね。天気もいいし、週末だし、イベントやってるし、楽しいですね。さあ、コーヒーを飲みましょう。今日は海外からの観光の人も結構いらっしゃるような気がしますね。いやー、元気が戻ってきましたね。いやー、カバのバスは一回乗らないとと思ってるんですけどね、なかなか乗るタイミングを見つけられずにいます。あの木の間のスロープから水上両陸バス、水陸両用バスがバシャンと行くと思うんですよね。今にも行きそうな感じですね。
しぶきがすごいな。楽しいだろうな。